まあ年取ったらしょうがねえな、これはこういうのあったほうがいいな。まああの、かあの、しょうがない、筋肉は使わないですよね、確かにね。これ何がいい？それが電源スイッチです。オンオフの、うん、これを押すとランプがどれかが必ずつくんですよ。でこのランプは今のバッテリーの状態を表してます。グリーンの時は満タンの状態で、黄色がついて赤で、赤がついたらば充電をしていただきます、うん、で、こちらのは上下、満タンの状態で約100回できます。これはそう、上げ下げがね。ですので100回使ったらここにあるこちらのコード、これを家庭用100ボルトにつないでいただいて充電していただく、充電を始まるとここがランプがつきます、うん、これが白のランプだったかな。今充電中の状態。あ、充電中、うん、で充電が終わると消えます。まあ、大体充電時間も4時間からかかります。いっぱいになる。そう、ゼロからだとね。だからあのすぐにすぐは使えません。急速充電器じゃないので。ああ、空っぽはこんな軽いんだ。いや、乗っても大体それぐらいの軽さです。乗せて一回あの持ち上げてみな。もっと奥まで、もっと奥まで、もうちょっと行きましょう。はい、OK。ではそこで電源ボタンを押して、さあ、そうです。で、脇のレバーで上昇の方へ右へ倒してください。そう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 。で、あとは後ろに引っ張るだけ。ああ、俺、一生懸命上を押して、うん、僕も最初間違えましたから。